2023年夏缶タンブラーの選び方ガイド、最新人気ブランド5選比較。夏の暑い季節、冷たい飲み物を手元に置いて涼む瞬間は格別ですよね。しかし、外出先やアウトドアでの使用では、飲み物がすぐに温まってしまうことも。そんな時に役立つのが缶タンブラーです。缶タンブラーは缶飲料を入れるだけでなく、保冷保温機能を備えたタンブラーとしても使用できる多機能なアイテム。アウトドアやキャンプ、自宅での晩酌など様々なシーンでその効果を発揮します。しかし、デザインやサイズ、保冷力など選ぶポイントは意外と多いもの。今回はそんな缶タンブラーの選び方を徹底解説し、人気のブランドからおすすめの商品をご紹介します。スノーピーク、スノーピーク缶クーラー。考え抜かれた強筒サイズと3つの突起により、缶がすっと缶クーラーの中に入り、最後に缶を押し込むことによって、単に缶を強筒に入れたものと比較して缶が落ちにくいことが特徴です。サイズは 350ml と 500ml と2種類あり、いずれもオールステンレスの真空二重構造です。サーモスアウトドアシリーズ保冷缶ホルダー。キャンプに合う豊富なカラーが特徴のサーモスの保冷缶ホルダーです。飲み口は着脱式で、缶を収納する際は飲み口を取り外して使用します。サーモスの保冷缶にはいくつかバリエーションがあります。サイズは 350ml と 500ml と2種類あり、本体はステンレス鋼アクリル樹脂塗装で、飲み口は飽和ポリエステル樹脂でできています。ワッスランド缶クーラー缶ホルダー。ワストランドの缶クーラーはネジ式の蓋によって缶をしっかりと固定できます。カラーはオリーブ、シルバー、タンの3色です。蓋によりしっかりと固定できる反面、蓋の部分に口が当たるのが気になる方もいらっしゃるようです。またタンブラーとして使用する場合も、その飲み口の感触は気になるところです。アトラス保冷缶ホルダー。アトラスの保冷缶ホルダーは本体下部にシリコーン製の滑り止めがついているので、キャンプでも使いやすいことが特徴です。サイズは 350ml と 500ml と2種類あり、本体はステンレス鋼、滑り止めはシリコーンゴムでできています。 350ml サイズの場合、 Amazon なら1000円を切ることもあるので、他の缶クーラーと比較してリーズナブルです。手に取りやすい値段からか、Amazon レビュー数も800件を超えています。サーモス真空断熱タンブラー。サイズ、飲み口の形状から自分好みのタンブラーを選べるのが、サーモスの真空断熱タンブラーです。サイズは 320ml、340ml、400ml、420ml、600ml の中から選べます。また、飲み口はスタンダードタイプと、Amazon 限定で飲み口の丸いタイプのものがあります。Amazon でもベストセラーアイテムとして認定され、評価は1万3000件を超えていることから、かなり人気のタンブラーとなっているので、タンブラーの購入で迷っていらっしゃる方は、サーモスの真空断熱タンブラーを選べば、まず後悔はしないでしょう。まとめ。